ようございます。ハートありがとうございます。だるまありがとうございます。熱っ、めっちゃ熱い。おはようございます。お披露目2周年おめでとう、ありがとうございます。今日でお披露目から1周年になります。ちょうど1周年。今日はね、夜19時からお披露目2周年配信、 お披露目2周年記念の配信を DMM でさせていただくので、みんなでね、させていただくので、ぜひ皆さん見てください。楽しみ。緊張する。ハートありがとうございます。おめでとう、ありがとうございます。嬉しい。暑いですね。まだ暑い。ね、あのステージから2年ですよ。ね。扇風機めんどくさいからつけてないです。ね、めんどくさい。仕事行くね、行ってらっしゃい、ありがとうございます。目になんか入った。おはよう、ありがとうございます。楽しみだな。シャインマスカットください。シャインマスカット昨日食べたんですよ。そう、シャインマスカット大好き。でもね、なくなってた。だからママが全部食べたかも。ひなほんのちょっとしか食べてないね。ママが食べたかもしれない。昨日冷蔵庫を夜中見たんですよ。夜中というか寝る前に冷蔵庫を見たんですね。そしたらシャインマスカットなくなってました。ママが全部食べたのかも。
そう、ひなね多分6粒くらい食べたけど、6粒くらい食べたんだけど、それ以外の粒は全部ママが食べた。もっとさ高級なものだからさ、ゆっくり食べようよ。なんかママって何でも何でもなんか一気に食べるんですよ。早食いとかそういうことではなくて、なんか何でも一気に食べるタイプ。昨日さあのひな男梅グミをさあ、違う男梅シートっていう梅のシートがあるんですけど、それをメールに送ったじゃないですか。それを食べながらちょっと集中してますってメール送ったじゃないですか。あのそれをそうひなはその男梅シート食べるときは口に入れて口に入れて、でまあなんかまあ梅だしさ、それ硬いやつだからさ、こうこうなめなめかみかみみたいな、そんな一気に飲み込まないじゃないですか。でもママの場合は口に入れてもうなんかすぐガガガガガガって噛んですぐ飲み込むんですよ。いやもったいなって思って、ひなは一枚一枚に時間かけてね一つ一つ味わって食べるんですけど、ママはもうなんか味わってんのか分からない、もうすぐ口に入れて噛んで噛み砕いて飲み込んでるんですよ。でももったいない、声がおかしい。ひな的にはすごいもったいない、口に入れてずっとその梅の味をさこうなめなめしてさ、なめなめしてからさ噛んでさ飲めばいいのにさ。そうなんか嫌だ。だからなんかそういうひながグミとか食べてても、ひな絶対一個一個味わって食べるタイプなんです。でもママは一気に2つとか口に入れるから、一気に2つ口に入れて噛んで飲んでまた一気に2つとかやるから、一緒に食べたくない。全然だってほぼママが食べることになるんですよ。ママがひなは一個一個時間かけて食べるから遅いけど、ママはもう一気に入れるし、その噛んですぐ飲み込むから、だからあんまり一緒にグミとかを共有したくない。そうすぐ食べるんです、すぐ。いや味わって食べてよって思うんです。いつももったいないじゃん、せっかく美味しいお菓子なのにさ、あんなバクバク食べてさ。そうおかしいんだよ。おかしい、私的にはダメ、私的にはちゃんと一個一個味わってかみかみして飲みたい。そうだって一気にさ2個食べてさカミカミしてさすぐ飲んでもさ美味しいって思う時間が短くなるだけじゃん。まあでもまあポテトチップスとかだったらありますよ。ポテトチップスとかはあの2枚一気に食べるとかそういうのはあるよ。そういうのはなんか許せるけど、グミとかを一気に入れるのは違う。違うと私は思うんです。意味わからんって言われた。いやおかしいから、じゃあグミが10個入ってるとするじゃないですか。その中にグミが10個入ってるなら1個ずつ1個ずつ
味わって食べたら10の幸せがあるけど、2個ずつ食べたら5の幸せしかないじゃないですか。おかしい。それがちょっと私は納得できない。納得できません。うん、ダメだわ。私は2は納得ができない。味わってさ、幸せ多い方がいいやん。そう。その食べ物への執着に2個は似たのかな。もう2個ねやばいですね。昨日もねお菓子取られちゃって、そういうのがリュックサックの中にね食べ物入れてたんですよ。そしたら2個がね奪ってて、気づいたらそう、それで頑張ってね奪いました、2個から。いいやん、マジで悪い子。えくんはね、そういうのはねいい子なんですけど、まあ、他が悪い子だけど、えくんはそういうお菓子とか取ってもお菓子とかえくんがもし取ったとしてもこうダメって言ったらちゃんと口から外して逃げてくし、噛んだりしないし。まあ他が悪い子だけど、その分はエル君はいい子。声がおかしい。かわいいユフトありがとうございます。おはよう。今日もかわいい制服の生写真ゲットした。 ありがとうございます。嬉しい、制服の生写真ありがとうございます。嬉しい。仕事行ってきます。今日も頑張っていこう。いってらっしゃい。ありがとうございます。めっちゃ光飛びしてる。声がおかしい、ね、ラーメン食べたい。今日起きた瞬間すごくラーメン食べたいって思ったんですよ。すっごい食べたい。今起きた瞬間にすっごく思った。ラーメン食べたい。ゆっくんって顔ちっちゃい。ゆっくん顔ちっちゃいね。ゆっくんの顔こんくらいしかないですよ。一握り。かわいい。可愛くなかった。可愛くなくなっちゃった。せっかく可愛い瞬間動画撮ろうと思った。昨日の朝配信でも言ってた、うん、昨日も言ってた。昨日は焼きそばラーメン食べたいって言ってた。焼きそばとラーメン食べたいって言ってたんだけど、ちょっと今日昨日より食べたい欲がすごい。朝起きた瞬間もう脳内ラーメンしかなかった。朝から刺激的な辛いラーメンいける？え、全然いける。むしろ刺激的なラーメン食べたい。辛いの食べたい。ラーメン食べたい。直樹ラーメン食べれる？食べれる。めっちゃ食べたい。直樹くん食べたい。くんがかわいい。ラーメン食べたい。すごい食べたい。辛ネギ味噌ラーメン。辛ネギ味噌ラーメン食べたい。
食べた。お腹すいた。朝からそのテンションなのに、いつも昼まで何も食べてないのすごい。まあね、なんかもう慣れて、そう、でも朝めっちゃ、まあ朝はね、朝から全然お腹空くんですよ。でもお腹空かない日もあるんだけど、でもまあ意外と昼っていつの間にか昼になってるから、てか食べる時間がないんですよ。本当はお腹空いてても食べる時間がないから結局食べないみたいな。だからもうそれが当たり前ってなっちゃってる。そう、正直お腹空いてる時もあるけど、なんかその朝の準備、朝準備して学校に行くじゃないですか。その準備にご飯を食べる時間がないんですよ。そう、朝起きてから学校行くまでの時間にご飯食べる時間を用意してなくて、そう、もっと早く起きてご飯食べる時間をね獲得すればいいんですけど、嫌なんですね。寝てたいんですよ、食べるより寝るのを優先したいので、だから極力ギリギリまで寝て準備する時間だけ起きてっていう感じで、ご飯食べる時間を用意したくないんです寝てたいからそう、だから結局食べずに、昼まで食べずにっていう感じですね。そう、そうそう、朝は1秒でも長く寝たいんです。だから食べる時間を用意してる暇がないそう、そうそう。しかもまあね、朝からさ、そう、準備したりってしてたらもういつの間にか忘れるじゃないですか、その食べることについてそう、だから、まあ、正直お腹空いてる時もあるけど、まあ、空いてない時もねもちろんあるんだけど、空いてる、まあ大体空いてるかもしれない、空いてる時はそうやってもう忘れてますね。とにかく寝るのを優先してるから、いつも朝は。そう、食事よりも睡眠、朝はもうとにかくもうほんと朝弱いので、もう眠いんです、とにかく眠い、もう確実に完璧に私はもう眠すぎて、そんな朝ごはんのためにあと30分起きるとか無理です。考えられないそう、朝食ハマンのチーズトースト食べました。いいな、お腹すいた。ちょっと食べ物の話されるとめっちゃお腹すいたんだけど、いいな、チーズトースト食べたい。おはようございます。今朝ごはん食べてきた。いいね、いいな、朝ごはん食べたい。起こす人も大変、ほんと起こす人もめっちゃ大変だと思います。そう、ママがね、もうすっごい起こして、本当に起きれないんです。とにかくアラームも聞こえないし、あ、今日アラーム何個もつけたのに1個も聞こえてないわ。今日はね10個くらいかな、多分10個くらいもう大爆音でかけてるはずなんですけど、今日も一個も聞こえてないです。誰
誰が消したんだろう。でも自分が消したはずなんですよ。10個分全部自分が寝ながらきっと消してるんでしょうね。そう、でも1個も聞こえてない今日も。おはよう、おはようございます。もう本当にね、でもね、絶対誰かがさ消さないとさ消えないわけじゃないですか。だから自分で消してるんでしょうね。もう本当に覚えてないんですよ、マジで。今日もアラーム聞こえなかったし、どうやって今日起きたんだっけな。ママの声だわ、ママの声で起きた。ママの声で起きました。お仕事で早起きになったら大変だから。そう、なんかやっぱりお仕事でさ今日はめっちゃ早いっていう時あるじゃないですか。私もなんかめっちゃ早く起きる。もう普通に公演、昼夜公演の時は本当にもうまだ朝が暗い時とかにいつも起きてるので、そういう時いつも本当にアラーム何十個もかけないと、もうでも遅刻するのが怖くて、本当にアラームもうめっちゃかけてます。もう1分に1回かけてます。そう。仕事行ってきます。行ってらっしゃい、ありがとうございます。そう、本当にダメなんだ。どうしてもアラームが聞こえない。どんなにだってこんなさ爆音で流してもさアラーム聞こえないんですよ。しかもすぐ顔の隣に携帯置いてるのに。そうね。そうなんですよ。可愛いんだけど。アイドルですか。ありがとうございます。 NCT48 です。アイドルです。はい、ありがとうございます。嬉しい。そう、アラーム聞こえるけど秒で止めてまた寝ちゃう。多分ひなもそうやってると思うんですよ。あんまり記憶がないだけで、きっと寝てる私はアラームが聞こえた瞬間に多分消してるんじゃないかなって。そう、多分消してるんですよ、聞こえるたびに。でも起きると覚えてないんだけど、そうやってるんでしょうね、きっと。寝てる私はそれをねえ、まあそうだよね。普通に寝ててさ眠いのにさアラーム聞こえたらさ消すよね。きっと私もねそうしてるんですよ。だって朝起きたら全部消えてるんですよ、アラームが。そう、なる前に起きてアラームを消してから寝ることない。もう私はそれは確実にない。絶対にない。もう何もなず起きることなんて絶対にありません、私的には。はい、もう確実にない。私はね、もうないないない、なさすぎる、なさい、ない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 ですよ、ない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 。そんな、ない。みんなあります？だるまありがとうございます。
すごすぎでしょそんなん。いや無理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 、なさいなさい、ない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 、もう 100% ない、もう1回もない、もう0回もうぜいぜいぜいはい、ハートありがとうございます。今日もアラーム前に目が覚めた。え、すごすぎる。なんで？うん。どうやったらそんなことできるんですか。すごい。なんもさ、もっと朝早くなり、強くなりたい。もうパッて目が覚めるくらい。結論、ヤヒは朝弱い。あ、本当に、もうその通り、朝弱い。とにかく朝弱い。悲しい。あと1分だ。でも起こしてもらえるなら起こしてもらうのが一番コスパいい気がする。まあそうだね。でも起こしてくれる人に迷惑かけちゃうんですよね私私ひな自身はいいんだけど、多分めっちゃ起こす方はストレス溜まると思うんですよ。私があまりにも 寝ぼけすぎて、寝ぼけて変なことを言ったりさ、なんかこうなるからそうだからね、いつも起こしてくれるママはねすごい迷惑かかってるかもそう、ママはね、はい、待って待って、あ、やばい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 、皆さん今日も朝からありがとうございます。今日は夜19時から DMM 配信よろしくお願いします。その後20時半から配信ショールーム配信します。今日も頑張りましょう。いってらっしゃい、バイバイ、また夜会いましょう、またね、バイ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 、ありがとうございました。めっちゃ光飛びしてる、バイバイ。